来た人が多いんですかね。どうですか。埼玉から来たっていう人。
県外の、ね、人もいっぱいいると思うんですけど、埼玉に遊びに来てくれて本当にありがとうございます。これもこの地元でライブするのが久々なんで、すげえ嬉しいなって思ってます。で、今日やっぱねダンサーの子たち多いし、この場所ってすごい夢にあふれてると思うんですよね。だからちょっと、昔の自分の話を、してちょっと俺のこと知ってほしいなと思ってちょっとね持ってきた話があります。これですね、音楽始めてもう18年ぐらいですかね経つんですけど、その間全然結構しんどい思いすることが多くてなかなか飯が食えなかったんですよね。で、僕実家がうなぎ屋さんで江戸時代からやってるうなぎ屋さんなんですけど、まあ、そんな関係もあって僕からはいつも音楽なんかやめて早く家帰ってこいよって、言われてたんですね。なんですけどある日メジャーデビューするきっかけがあって、でその時にお袋からさテレビ見て電話来て今までごめんねっつって、音楽頑張ってねって言ってくれたことがあったんですね。お袋がでその時なんだか泣いてるような感じして、でその時の頑張りが本当に忘れられないんですね。自分も何が言いたいかっていうと、仲間とか彼女の支えとかっていうのもすごく響くんですけど、やっぱ家族の支えって一番ね俺は支えになるな、嬉しいな、頑張れるなって思ったんです。今日ここにいるお父さん方お母さん方一番分かってると思うんですけど、その調子でね子供たちの夢を応援してほしいと思うんですけど、皆さんどう思いますか。どうですか。同じ気持ちですか。当たり前ですよね。最高です。そんな、今を頑張ってる奴らに俺から応援歌持ってきました。聞いてください。太陽と空。俺はここにいるみんなの友達じゃないけど、俺の音楽はみんなの友達になれるって思ってます。だからこの曲はそんなダチからの言葉だと思って聞いてほしい。お前が自分を信じれない時はお前を信じろ、俺を信じろ、俺の音楽を信じてくんね、一人じゃないぜって、この曲はいつもそばにいるから、そんなメッセージを込めて作りました。太陽と空。お前の好きな色が赤だったから俺の好きな色は青になった。お前が太陽なら俺は空、お前はただ前だけ向いて頑張ればほら結果なんかそう落ち着いてくるでしょ。それよりまずは目の前のことでしょ。だって水がやれる場所にこそ花は咲くでしょ。そうでしょ。大事なことこのすぐそばにある、大切な人はこの身近にいる、誰より近くでお前見てきたからわかるよ、お前は恵まれてる。忘れそうになればこの音を聴け、一人前の時はこの歌を聴け、いつかまたこの曲を歌わせ、俺のことペン思い出せ。お前が太陽なら俺は空、お前が泣きたい空気ならば俺、お前に地球に雨下せる空、いつでも支えるよお前のそばに。 Everything is gonna be alright、 涙なら拭っても戻ってない、いつでも支えるよお前のそば。成功者の失敗談ほどためになるガイダンスはねえよな。俺たちもいつか同じようにいつか後輩に語ってやろうぜ。だから今は歯を食いしばってどんなに転んだっていいから、どんなに泥だらけになったっていいから、絶対に俺とマラなら大丈夫だから、いつかこれいつかのためにただ全力でみんなで生きていこうぜ。どうすか。どんなに辛い昨日も乗り越えてこれたから俺たちここにいると思います。そんな俺らに明日からも超えられない夜ないと思うんですけど、俺と明日からも前向いて頑張っていけるって人どれだけいますか。全員だと思う。その手のひら横に出してちょうだい。 Let's go。 ありがとうございます。太陽と空でした。ありがとう。今日はね、本当にちょっと短いライブなんで次は最後の曲になるんですが、この後その白いテントあると思うんですけど、そこで物販の方をします。
タオルと CD 持ってきてるんで、俺と写真撮りたい人、サインが欲しいよっていう人は、この後ちょっとね来てもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。で、俺10月の1日に渋谷でワンマンライブやります。今初めて行ったんですけど、地元なんでいいかなっていう感じで、みんなチケットが今月の30から販売するんで、ぜひねチェックしてくれたら嬉しいと思います。で、このイベントがね、この後も最後まで、盛り上がっていくようにね、次の曲やる前にみんなさんにちょっと1個だけね聞かせてください。俺の最後の曲で、俺とダンサーたちとみんなでフュージョンしてぶち上がる準備できてますか？どうですか？ほら、レッツゴー。これがラッシー。そして手のひら上見してちょうだい。歌えるやつは今日で一番でっかい声で一緒に歌おう。レッツゴー。これは僕、お前はベジータ、俺らは最後まるでボジータ。 Fly in the sky、 風に乗せて届けるメロディー。 この上、この上、この上、ゲスト前の前座こけて裏で泣いた。そんな時にこいつがかけてくれた言葉、俺らマジで最強、大丈夫だよって嬉しかった。年に100本のライブ、嘘つかねえ爆発は、いつか見てるラストのやつも抜いて現場沸かすわ。そんな風に思って思えば週に待って、何も時が経ってやっとつぼめ開き出した。俺ら立てる中指、バビロンヘイター違うぜ、シブルの中の弱さ、そこに未来があんのさ。どんなラブソング歌っても俺は現場叩き上げ、俺の音楽で今はなきゃハザードのブラッドの血が流れてる。自分に愛せ、無名なことが罪なだけだ。そうやってね、思ってやっていきました。だけど今日も新之助を見つけてくれてありがとう。これがラストいくぞ。ありがとう、しんのすけでした。ピースアップ。